はい、どうも、Bレジェンド影谷です。ですね、今回ちょっとある実験をしてみたいなと思います。何かというとですね、あのね、皆さん経験ないですかね。例えばね、まあ、シェーカー洗うじゃないですか。洗って濡れた手でこう触ったりしててね、手に粉がついたりとか、あるいはこのチャックの部分にね、なんかこう水分がついてパリパリってなったような、こうなんていうのかな、バリというかね、あの粉じゃなくてちょっとこう固形になったような B レジェンドを見たことある人いるんじゃないかなと思うんですね。で、先日ちょっとすごい発見をしてですね、まあ、何をしようかというと、実はあの手にちょっとついたとか、ちょっと湿気たとかね、そのレベルだったら本当にまあもう塊なんかにはなかなかならないんですけど、でもね、結構こう水分を含ませると塊になるというちょっと話を聞いてですね、ちょっと一度実験をしてみようと思います。で、まあ実験でね、今回こちらナチュラルとバナナ、そんなバナナ持ってきたので、まあどうやるかというと、ちょっとパウダーをここにね、置いてみて、で、水を少しかけてみて、1日2日ちょっと置いてみます。で、置いてみてどういう風になるかっていうのを実験してみますので、まあ皆さんもね、なんか参考にしていただければと思います。だから要は、水分のついた手で、パウダーの中に手突っ込んじゃうと危険ですよっていうことですね。だからまあよくね、こうなんか手でガザーッとまさぐってこう手中こう粉だらけの、そんなことないと思うんですけど、そんなことになるとあんまよろしくないんでね。ということで、まあ早速ね、ちょっと実際、じゃあまず実験の山を作ってみましょう。よし、どれぐらいやろうかな。こっち半分がナチュラルの山で、よし、これぐらいでいいかな。で、こっちがバナナの山。多分ね、味が違うからどうのこうのってないと思うんですけど、まあ一応ね、2つぐらいのフレーバーでやっとこうかなと思って2種類やってみます。よいしょ。はい、フレーバー2つできました。ナチュラルの山とバナナの山がね、明日か明後日かにワープ。はい、ズドンと帰ってまいりました。ですね、まあ これでね、今2日時間を置いて戻ってきたんですけれども、こんな感じになってます。見てわかるかな。ちょっとそっちにあまり持っていけないんでね。よ、ほら、もう髪がね、もうね、パキパキ、ほら髪がパキパキでね。で、何かとちょっとね、わかるかな、なんか色がね、茶色っぽくなってるんですよ。茶色っぽくで、わ、すごい。ダメだ、手でも持たなきゃどうにもなんない。うわぁ、ほら、こんな、あ、崩れる。どうしたらいい？ほら、こんな感じになってますよ、飴みたいに。こっちもなるのかな？こっちの方がなんかすごい。バキって折れてる。バキって折れる。バキって折れる。なるほどね。こんな感じでちょっと、よいしょ、ほら、わかるかな、わかるかな、ほら、取り出してみました。なんかこんなね、ほら、こんな破片、こんな感じになってます。で、この色からしてもね、わかるかな、あるかな、ピント合うかな。色からしてもこんな感じでしょ。あのね、なんだろう、歯みたいなね、感じになってると思います。歯が欠けたような。はい。でね、まあこの実験から言えることっていうのは、例えばシェイカーこうやって洗うじゃないですか。で、洗って手についてて、例えばこのチャック周りとかに粉がついてて、手がこの袋のね、中、内側についたりした時に、こうついたりした時に、その水分がパウダーとこうくっついて、こういうね、固形物になるっていうことはまず一つあり得るなっていうことと、あとは、こう洗ってるじゃないですか。で、洗ったシェイカーで、さあ入れようと思って、パッとこう袋の上でね、こうやった時に、まあこんな入ってれば当然わかるんですけど、最後のね、なんか3、4滴ぐらい入ってるとかね、なんか少しだけこの角っこに溜まってたやつがね、こう入れようとした時に、こう、パッとこう、ポロッと入っちゃうと、ジャバッと入っちゃうと。そういう時、例えば、粉をね、
バッと舞ったり散ったりしないようにシェイカー逆向きに逆向きにしてスプーン入れてこうやってやったりとかねする時なんかだったら最初の一杯のこの中に入ってたね洗い残しの水分がこの、袋の中に入ったりすると多分こんな感じになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。だからまあレアケースだとは思うんですけれども、プロテインの袋の中に水分、まあ、手についた水分とかもそうですし水滴とかでもそうですし何滴か今これ結構何 cc やったんだったっけあれ、5cc に5、6杯ぐらいやったと思うから 20cc ぐらいだから結構な分量ありますけどだけどまあ結構見るとねペーパーにめちゃくちゃこうもうなんていうのかな染みてしまってるのでもうダイレクトに行くんだったらもっと 5cc ぐらい、まあ、10cc ぐらいでもあればこれぐらいの固形物になるんじゃないかなと思うのでだからまあちょっとそのねシェーカーそうだな多分そのシェーカーの中に残ってた水の残りがこうピュッと入っちゃったんじゃないかなっていう気がする。あとは手がね結構濡れたままでこうポタポタ垂れるような状況でここでやっててポタポタって落ちるとかねそういう時だったらこういう風になり得るんじゃないかなと思うのでくれぐれも気をつけてください。はい、ということでこの残ったパウダーは私がちゃんと責任を持って飲みますのでご安心ください。はい、ということでちょっと今回は B レジェンドの中に水分が入るとちょっとこんな風になりますよっていう実験ですね。はい、ということで皆さんまあこれはもしね袋の中でこういうのを見つけてもね異物じゃないと思いますのでまあただ万が一何かあった場合はこちらにご連絡ください。はいね、まああんまりねなんか食べたりしない方がいいかもしれないけどね。はい、ということで水が入るとどうなるかっていう実験でした。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。